インスピレーションオブジャパンは、全日本空輸が2009年11月10日に発表したプロダクトサービスブランドである。また、同コンセプトを取り入れたシートデザインも2010年2月20日から導入している。1991年から2010年においては、サービスブランドとして、クラブ ANVE を使用していた。インスピレーションオブジャパンロゴインスピレーションオブジャパン。 ロゴヤバス A322009 20年11月10日、東京都内で新ブランドインスピレーションオブジャパンを発表した。その名前にはイノベーション、際立つ個性、モダンジャパンの3つの価値が含まれていると説明した。2010年2月導入予定の B777 から 300ER 新造機に新ブランドのシートを導入し、随時リニューアルを進めていくとし、同イベント内で、 新シートを公開した。また、この他に機内食や、オンデマンド機能、機内販売の改良や、温水洗浄便座、上位顧客を対象にした、チェックインサービスの導入、成田空港のファーストクラスラウンジ内での、パーソナルルームの設置なども行うとした。ANA は海外における、知名度が低いことに、問題意識を抱えており、新ブランドのイメージキャラクターには、 アカデミー賞受賞の経歴を持つ俳優である、元木正宏を起用し、外国人にもわかるグローバルな視点で見た、日本の価値を作っていくとした。同社は、新ブランドの展開に伴う、航空機材の開発費として150から170億円を、拠出する。一方、新ブランドによる増収を、年50億円見込んでいるとした。2013年7月29日、 従来機内サービスで使用していたインスピレーションオブジャパンの文字をタグラインとして ANA ロゴともに機体に表記すると発表し新たなロゴをお披露目した。またこれと同時にサービス向上を図るため新サービスの導入を発表した。二0 1三年九月一日より十五名のパートナーと九名の ANA シェフが国際線の機内食と飲み物国内線 プレミアムクラスの一部の食事をプロデュースするザコニーサーズの開始同日からの国内線プレミアムクラスの食事サービスプレミアム午前とサカサービスプレミアムサボーにおいての有名店の提供欧米路線はファーストクラスとビジネスクラスにおいての東京西川のン具の導入欧米路線ビジネスクラスにおいてのアメニティサービスの導入を行う同年8月24日から インスピレーションオブジャパンの表記がなされた1号機が営業を開始した。運行当初から特別塗装や特別ロゴが塗装されていたボーイング787型機においても2014年2月6日に引き渡され25機目からは787のロゴを廃された状態でインスピレーションオブジャパンのタグラインを表記されて登場している。2015年3月には 2011年4月25日から続けられていた B777 から 300ER のインスピレーション・オブ・ジャパン仕様への改修が完了した。改修完了時点で ANA が保有している19機の B777 から 300ER のうち最初から IG 仕様で導入された機体は6機、全仕様のクラブ ANA から改修された機体は13機だった。 2018年8月以降、日本の政府専用機の機械に伴い整備が日本航空から ANA に移行することに伴って、インスピレーションオブジャパン仕様のビジネスクラスとエコノミークラスと同型の座席が新型機に設置されている。B777 から 300ER インスピレーションオブジャパンと787のロゴが共存2019年7月。 ANA は、利用者からは、好評を博したものの、9年経ってデザインも古くなり、技術革新などで取り巻く環境も変わったとして、インスピレーション・オブ・ジャパンに次ぐシートデザインが導入する、ことを発表した。新シートは建築家の熊健吾氏とイギリスのデザイン会社アキヤマによってデザインされている。ファーストクラスは、ザ・スイート、ビジネスクラスは、ザ・ルームと名付け、 両クラスともにドア付きの個室型アイドシート、世界初の 4K モニターを導入した。新使用機は JA795A を筆頭に6機を年内に導入し、同年8月2日の羽田ロンドン線で運行を開始する。インスピレーションオブジャパン使用機からも6機が新使用に回収され、最終的に1 2機が導入予定。 ロゴ ANA ファーストスクエア ANA ファーストスクエアロゴシートシート ANA プレミアムエコノミーシート ANA エコノミークラスシートありがとうございます